77円の40銭から78円の40銭で出していただきました。まずニューヨーク市場振り返っていかがでしたでしょうか。はい、ECB 理事会では予想外に 0.25% の利下げが行われたことに加えて、ドラギー新総裁が、欧州は緩やかなリセッションに向かっていると発言したことから、ユーロが下落しました。しかしその後ギリシャの国民投票が実施されない可能性が高いとの報道があったことから、ギリシャの早期デフォルト懸念が後退しまして、ユーロは反発しました。ドル円は終始小動きとなっていまして、78円前後で推移しています。はい、そういった中での注目ポイントはアメリカの雇用統計ですね。そうですね、本日雇用統計が発表されますが、結果が予想の範囲内か、もしくは予想より良かった場合は、株価が堅調に推移すると思いますので、ドル安になる可能性が高いと思っています。はい、ドル円についてもドルの動きに引きずられると思いますので、円高ドル安方向を警戒したいと思っています。藤田さん、今後の為替の動きどうご覧になってますか。はい、今回は ECB が利下げを行いましたが、先日はオーストラリアが利下げをしていますし、最近になってアメリカやイギリス、また日本も追加緩和を実施するなど、先進国では金融緩和政策が目立っています。はい、歴史を振り返ればこのような緩和期には経常黒字国の通貨が上昇する傾向がありますので、引き続き円やスイスフランに上昇圧力がかかると思っています。しかしスイスは無制限の介入を宣言しているために、上値は限定的になるはずで、中期的には引き続き円に上昇圧力がかかってくると思っています。はい、わかりました。藤田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。アメリカマーケット終了しました。まずドル円ですね、テクニカル見ていきたいと思いますが、 26.4 ピップス、ほとんど動いてないですね。まあ、雇用統計控えてですね、様子見ムードですね。26、ピボットと S1 の間です、ね。まあ、若干 S1 も過ぎてですね、87円、87銭まで来ました。まあ、あとは上は今現在は200円目などで頭押されている状態ですね。これが15分足、そして1時間足もずっと、もう月曜こそですね、介入で上下しましたが、あとは火水木と、これを東京を控えて様子見の状態ですね。そして日足的にもですね、200円目介入でタッチして押し戻されて、78円前後の値動きということですね。これはドル円でして、アメリカ株ですね、 S&P500 株価指数先物を見ますとですね、15分足こんな感じで、まあ、アジアタイムからずっと売られていきましてですね、 S1 を下げて、 S1 をちょっと割り込んだところ、1220ぐらいですかね、1218ぐらいから切り返すと、もうあとずっと上昇ですね。そして、押し目買いが入って、ほぼ高値引き1262ぐらいで終了ということですね。値幅的には46ポイント大きな値幅になりましたね。これは15分足、そして1時間足的にはこんな感じで、時間的にはもうこの2点を結んだフィボナッチレトレスメント 61.8% を若干超えてきましたんで、まあ、こういう時計次第ですが、こういう時計の結果が良ければですね、さらなる一段と、この高値トライもあるんじゃないかなと、1300ポイントぐらいまでも ありえるんじゃないかなという感じですね。そして日足的にもですね、見事にこのボリンジャーミドルが若干抜けてますが、サポート要因になって今200円前までもう一回戻してきましたんで、次はこれ1290とかですね、このブルーのトレンドラインに到達するかどうかという感じですね。まあ、こういう時計次第だと思います。そしてですね、最後にユーロを見ていきたいと思いますが、ユーロ今日は、いろんなニュースがありまして、上下動激しかったですが、値幅的には 198.5 ピプスですね。まずアジアタイムは緩やかに下落してきましてですね、この 1.365 ですね、365あたりをボトン、底にしてですね、上昇に転じていきまして、じりじりあれですね、上昇してきまして、ここの昨日の高値ですね、昨日の高値で一旦ダブルトップ、トリプルトップをつけて、利下げのニュースですね、
ECB 予想外の利下げのニュースで一気に下落していきました。そして今日の安値を、サポートにして、そこから今度はもう、ギリシャの国民投票ないということと、まあ、株の上昇につられてですね、一気に 1.385 まで行きまして、50銭ごとの節目でそのままほぼ高値で終了という感じですね。非常に上下動が激しかったですね。15分足、1時間足的にもこんな感じで、株も堅調ですので、ダブルボトムをつけて上昇してきましたという感じですね。で、昨日の安値も、高値も超えて、38.2% ですね。このフィボナッチリトレースメント 38.2% も付近まで来たと。次は跳ね戻し、1.393 とかですね、こう200円目 1.39、 もう雇用統計次第ですが、雇用統計が良ければ一気にこの辺も、トライするんじゃないかなという感じですね。これが1時間足、そして4時間足的にも見事にですね、今この黄色の200円目でサポ、またフィボナッチリトレースメント跳ね戻しで、ダブルサポートですね、ダブルサポートされていて、上昇の気配を見せているという感じですね。ブルーの50円目、ボリンジャーの上限が 1.39 ぐらいにあるというような形になってますね。これが4時間足でして、日足的にはこんな感じで、日足的にもこのこちらの2点を結んだ跳ね戻しに来て、ボリンジャーの緑というもう本当にど真ん中にいる状態ですね。これで雇用統計の結果を見て上か下かというふうに、睨んでいるんじゃないかなという感じですね。そして週足で見るとこんな感じで、マンスリーピボットラインをまだ若干上に、マンスリーとウィークのピボットの、中にまだいる状態ですのでね、どちらに行くかという感じですね。以上がテクニカルでして、またこちらね、ブラグ左の上から見ていくと、オキュパイドウォールストリートね、もう今ね本当に、もうニューヨークは寒くてね、もうあのジェネレーターも取り上げられて電源もない状態でね、もう寝袋に入りながらですね毎日頑張ってますんでね、まあ相場に勝った時はねぜひね、ニューヨークは本当に、ね、もうアメリカの学生はねもう世界中にね、中国だの日本だのもそうですが、製造業をどん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 持ってかれてですね、もう本当にアメリカの学生は大学卒業しても大学卒業するまでにもう授業料をね、もう何百万も借金して、いざ就職しようと思っても仕事も見つからない状態でね、本当にもう怒り爆発の状態ですのでね、あと一般家庭もそのね、もうあのわけのわかんないねサブプライムとか作ってですね、もう月曜取り上げられて家を差し押さえられた人とかもいっぱいいますしね、まあ、そういう人たちがね毎日ね凍えながらですね、寝袋でテント張ってですね頑張ってますんでね、まあ、相場に勝った時はぜひね応援してあげるといいんじゃないかなと思いますね。そしてこちら右上がデイトレーダーロックスさんのライブショー、アメリカタイムからアメリカ株についてだけ、ですがテクニカル解説しますので、ね、またザラバー中は四角からのねフロアトレーダーの実況中継、金曜日にはトレーダーさんを迎えてインタビューショーもやってるし、ウィークエンドは、テクニカルの解説ビデオやってますんでね、まあ、あの株でも為替でもね、テクニカルの見方一緒ですのでね、見るとぜひ参考になるんじゃないかなと思いますね。そしてですね YouTube ね、 YouTube は私のデイリーリポートと、まあ、あとねオキュパイザウォールストリートの中心にですね、なかなか猛殺だとですね市場の観点でしか物を見てないのでね、YouTube を見るとですね、いろんなこのマックスカイザーさんなんかもね、 JP モルガン、ゴールドマンサックスの都市銀行連中の陰謀論とかね、アレックス・ジョーンズさんもラッシュアントデイもそうですが、もう資本主義のイデオロギーの崩壊をテーマにしてね、まあ、いろいろやってますんで、なかなか地上波とかねマスコミっていうのはもうスポンサーに大きく影響されてますので、ね、
なかなか本当のこと言いませんが、YouTube の人たちはね、もうインディペンダントでね、やってますんで、中立的にですね、市場参加者とはまた違ったね、ものの見方でね、見てると思うんで、このヤングタークさんとかね、この若い人たちもね、みんな、CG グリーサーとかもね、もう本当にね、その、大企業中心でね、特にウォールストリートの連中がね、もうそのやりたい放題やってるんでね、もうその人たちね、この人たちがオピニオンリーダーになってですね、オキュパイ・ザ・ウォールストリートが今運動がね、草の根運動が始まってるんじゃないかなと思うんでね、ぜひ見るといいんじゃないかなと思いますね。そしてですね、Google プラス、Facebook などもまあね、どんどん気に入ったビデオね、このナオミ・クラインさんなんかもね、やっぱディザスター・キャピタリズムとか言ってね、やっぱもうキャピタル資本主義のね崩壊をね、言ってますし、この人もナオミ・プリンスさんですか、この人も、あれですね、どっかの経済、どっかのと言ったらあれですが、まあ、経済のね、研究してる方でね、もう言ってることは正しいですからね、本当にティッキングタイムバームとか言ってますが、もう債務を増やせば増やすほどですね、リスクはどん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 もう経済のね、崩壊リスクは高くなるわけで、もうそのユーロ救済とかね、ユーロ圏救済とか、もう日本もそうですがね、日本も借金もう IIC いくらでも貿易収支がどうのこうのかで、どん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 借金をね増やしていってしまうというね、もう借金を増やせば増やすと大きくなれば大きくなるほどね、バブル、その今は昔は不動産バブルとかね、 IT バブルとかありましたが、今はもう債務バブルですからね、債務バブルが大きくなれば大きくなるほどね、崩壊した時のリスクもものすごいと思うんですが、そういうことも関係なくですね、なんか復興支援で消費税がどうのこうのとかね、全くその日本のね政治もね、あのメガバンクのアナリストもね、全くねピントがずれたね、ものの見方しかしてないと思うんですが、だからその貿易収支をね、黒字で保つためにね、貿易収支が赤字になって今の1000兆円のね債務抱えてたら、もうそれこそもう市場はね、円売りが始まってですね、もうハイパーインフレが起きてしまうのでね、だからもう借金を返すためにもう輸出しなきゃいけないんだけど、日本みたいにどん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 借金が増えたら、もうそれ以上に輸出しようっていう形になって、もうどん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 悪循環になって、それが、ドル円のね上昇にもつながってるんじゃないかなと思うんですが、もうその、日本の満員電車みたいなもんでね、もう東京にね憧れてね、どん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 地方から若者が来て、どん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 パンクしていって、満員電車ね辛いと、あんなね朝からそんな痴漢電車のように乗ってね、それでも東京にいたい憧れて、もう日本人っていうのはどん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 そうやってもうエスカレートしていってしまう、もう誰もその方向を変えるようなね、ことをしないというかね、もうそれと一緒でも借金もどん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 増やして、借金を増やすために、借金を返すために輸出もどん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 しようと、もう世界中のね、もうアメリカの産業だってそうです、ボーイングとかね、川中とかね、商社が入ってきてね、ボーイングのその機体の製造とかね、全部日本の持っていくわけですよ、荷重とかが。ほんでアメリカのね若い人たちのエンジニアなんかも全然もう仕事なくなってね、もう国益がどうのこうのとかね、もう日本が借金抱えどんどん増やしてって、その借金を返すために、ね、世界中の国のね産業をね空洞化させてね、そういうこと平気でね、日本のねその官僚エリート、財務省とか経済産業省、もう借金を返すために、ね、そのね人の他国ね、他の世界のね、産業全部壊すようなものを平気でやってるわけですよ。
あとその日本でね、そのもうあの原子力がぶっ壊れてね、もうあの振りまいてるのにね、それを今度は日本じゃもう原子力売れないから、今度は何ベトナムとかね、そういう小さいあの、まだその経済的にもね、あの発展してないところにね、兵器でね、安全性も全くないようなね、日本の原子力技術を売り込んでいくというね、本当だ、日本はどうなってるのとかもね、これだってそうですよね、男女格差ね、日本は98で先進国3位最低ですからね。こんなね、あのもう欧米なんか行ってみたら分かりますけどね、もうほとんどのね一流大学みんな、半分以上はもう女性ですからね、どんな一流大学っても。日本だけですからね、わけのわかんない短大とかなんとか女子大とかね、わけのわかんないその入試制度でね、男女差別をしてですね、なかなかその一流大学とか女性が入れないようにしてね、一流企業とかにもそうすると必然的に入れなくなってるというね、こんなことやっていつまでたってもね、その労働生産性もね、あの女性はもうあれですよ、一流企業入ってもなんか受付嬢とかね、腰掛け、ね、結婚までの腰掛け、的なね仕事しかさせてもらえないでね、そんなことやっていつまでたってもね、所得も上がんないしね、どん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 その格差が広がると思うんですが、でそんなことやっててね、もうあの日本はその国の税金使ってね、日本のメガバンクがね、わけのわかんないモルガン・スタンレーとかにね出資してね、自分たちは助けてやってるよね、世界、金融機構を助けてやってるような感じでやってるんだろうけど、もう国内の中小企業平気でねそうやって潰してね、中小企業の経営者をね、自殺に追い込んでてね、平気で自分たちはその海外とかでね、そうやってモルガン・スタンレーをね、助けてね、その CEO とかにね、何億もね給料やってね、もういい格好してるわけですよ。それで自分たちもあれあよニューヨークとかね、まあ出張とかね、まあ駐在とかできるからね、もうそういう一石二鳥ぐらいでね、楽しいことしてね、日本の国内の企業を全部潰すわけですよ。こんなね、人殺しのようなねメガバンクがね、平気でねもうここ20年ね、失われた20年、もうメガバンクがそういうことやってばっかりやってるから、もうどん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 日本経済がおかしくなってるのね。もう誰も何もそんなこと言わないしね、全くこの人なんかもそうですよね、みんなその金融も金融その銀行とかね、もう借金をね、その国民の資産を使って借金してるわけだから、銀行なんかもう完全なもうサラ金業者みたいなようなね、合法的なサラ金業者なのにね、もう誰もそんなこと言わないですね。資本注入、税金投入して海外の企業買収だとね、この間の為替介入だって7兆円8兆円ね、こんな何にも為替のことが分かんない新米、ね、社員のようなね財務大臣がいきなり出てきてね、7兆円8兆円ね、トヨタの法人税1兆円突破しましたって5、6年前にやっててね、それで、ね、みんなあすごいなとか言って平気で7兆円8兆円をですね1週間ぐらいでヘッジファンドに平気でくれてやるというね、この神経だとね、消費税 5% 上げたら 5% 上げて5兆円ぐらいしかならないのよね、7兆円ぐらいのね、7兆円ぐらいの介入でヘッジファンドに平気で上げて、1週間も経たないうちに平気でヘッジファンドにね上げてしまうという、全くどうなってんのって思うんですがね、まあそういうとこもね、どんどんね海外のビデオ見てればですね、海外のそのメガバンクとかね、投資銀行の連中のアナリストじゃなくてね、そのなんていうんですか、インディペンダントで、こうジャーナリズムを展開しているマックス・カイザーさんなんか聞いてるとね、よくねその世界経済のマクロ経済の仕組みがね
よくわかるんで、まずまあその分かったからって言ってね、その市場がね、マーケットがそれを通りに動くとは限りませんが、まあ、少なくともですね、そういうことをですね、見ながらですね、経済を見ていくとよく世の中がわかるんじゃないかなと思いますね。まあ、今晩はね、これで、こういう時ですか、ありますんで、まあ、慎重にですね、チャンスのある時だけ負けないようにですね、頑張ってください。それでは失礼します。